ったの？中傷になりました。どう？こっちを？そりゃダメでしょう。話やろ。あんまりまとまってなかった。俺も今日、実はうちの今日の四十九日だ。終わったの5時半ですよ。急いで移動して6時に出て、そしたら事故渋滞で来ました。おっと、100か、ちょっと。ナイスパー。ナイス。途中で眠たくなっちゃったよ。一気に終わっちゃった。高速走ってきた。そうそうそう。いや、いいよいいよ。待てもいい、なんでもいい。途中で眠くなって。弱気のバトル。試合やったらもう眠いでしょ。眠た。なんか落ちたよ。辛いよ、2週の仕事で。あ、今日はちょっと早めに終わったんですよ。何時？一応、基本的には8時半なんですけど、残業入ると、まあ、9時半までですね。だからそれも結局その出て、配り終わって帰ってきてましたので、うん、ただまあ、10時、11時。ちょっと失敗すると、もう9時半になりやすいじゃないですか。難しいよね。相手があることだ。おっしゃー、小川さん打っていこう、失敗したなと思った。でも楽しいっすよ。じゃあよかった。バイクで、うん、バイクで配達してるの。三輪のいいじゃん。エミちゃんのバイクは車で行ったら多分全然できない。バイクの方も打ち間違えて、うん、知れたんで。どっち押してね。気をつけたらいいよ、現地化するつもりで。この間も配達してって。ダメだよ、やんないわ。ついてる現地化。大きい、でけえ交差点とか、二段階右折。本当そうなんですよ、二段階。意味ないよね。左、右、右とか、これ二段階しなきゃいけないよとか。でけえ四谷三丁目の交差点とか、あと新宿の。小田君とか、下ったと思ってた。なるべく2段階しないように頑張ってほしいんですけど、どこら辺回ってんの？いや、そんなに大きいね。最初の頃は結構あっちの南青山とか、うん、赤坂とか、あっち切れるからなんですけど、歩かないじゃん。早いよ、ちょうどここに。指入れとか、何階とか、うわー、バイク中継切られない。